スペースは開かない。中の発売を予定しています。日本ではソフトバンクと KDDI が来月から販売しますが、 NTT ドコモは現時点では未定として、当面の間販売を見送る方針。1年ぶりに観光客の増加で、一番高騰があるのは2012年のタイマレーシア。